じゃあ調子はどうですか？調子はいいです。まあちょっとね、異例のタイミングでの大会になったんですけど、まあ1年間トレーニングは通してやってきてるんで、うん、準備としては全然焦りもなく、いつも通りの仕上がりで来れてます。川口さんはこの2024年はどういう、まあワールドカップ前あの動向はあれとして、はい、どういう思いでこうトレーニングしてきたんですか？いや、僕のその今の目標っていうのは、せっかくサードステージに戻れる実力がまた戻ってきたので、クリフを超えてバーストに挑戦して2度目のファイナリストになるっていう、そこはもうずっと変わらず、年始からやってきていたんで、まあそこを目標に進んでいく最中ですね、今は。もう全然ドラゴンフライダーはなんともなく、あ、ドラゴンフライダーは、はい、そのキャッチミス出てしまったんで、はい、やり方を変えました。コンクリートミスター社のドライバー兼アルピオール社長、川口智弘42歳。ドラゴンフライダーだ、川口。トランポリンもよし、高さもよし、純坂左手だが右手が空振りしている。川口左手は掴んでいた、ただ右手が手前で握っている。右手かからず、そのまま体は沼地へ。もうこの際一番遠いバージョンも解放しておこうかなと思いまして、順々でドラゴンをキャッチするっていう、そのキャッチミスのリスクが減るんで、ただ技術も必要になってくるんで、それがどれぐらい難しいのかの確認を今日やります。やってみましょう。はい、順々です。悪くないんじゃないですか。うん、めちゃくちゃいい。悪くないですよね。やってみてどうでした？悪くないと思います。悪くはないです。ただやっぱここの負荷は強いかな、やっぱ。ちょっとグッてなりましたね、ここで。G が。だ、負けるほどじゃなかったですね。今はもう順々でずっとやってます、はい。もうそれは身に染みついてるんですか？もう今は逆に順々しか考えられないんで、うん、しっかり自分のものになったなっていう印象です、うん。すごいですね。42歳にしてさらにやり方が変わって進化していくんですね。そうですね。壁の時もやっぱやり方変えてクリアできたんで、うん、逆に42歳、これから年齢を重ねていくにつれて、逆にこう、アジャストしていかなきゃいけないポイントっていうのは増えていくなと思ってるんで、古き良きものは、そのまま使ってもいいかなと思うんですけど、やっぱ順応性は大事だなって感じましたね。なるほど。お仕事の方は、どうですか？アルティオール。そうですね。アルティオール前回のサスケから、今は、国内外に20店舗の取り扱いがあります。うん、すごい。着実にアルティオールが全国区で徐々に広がっていってくれてるなっていう印象です。川口さんは今回のサスケがこう通常のサスケじゃなくて、はい、ワールドカップっていう大会になるっていうのを聞いて、はい、どういう印象でした？
まあ、まず最初に、ついに、日本で、念願だった、ワールドカップ、日の丸を、自分の胸につけて、サスケに挑戦するっていう一つの夢が、本当に叶う日が来たんだなっていう、嬉しい気持ちですね。僕は多分この代表選手の中でも海外のサスケに携わった回数はおそらく一番多いと思うんですよ。Right now it's Team Japan's Tomo Kawaguchi on the starting line. He's ahead of the pace of Tim Sheaf through the double salmon ladder. Oh! Skipped a row! Can he be the first tonight to get past it? Oh! Has the second hoop! Just needs the dismount!なかなか不慣れな地で不慣れなルールとエリアにずっと苦戦してきた経験がたくさんあるんで、やっぱ日本で自分のそのホームの場所で日の丸を背負ってサスケっていう名前でこうワールドカップが開催されるっていうのはちょっと特別な思いはありますね、やっぱり。そのチーム力に関してはもう一番じゃないですかね。チーム。まあ多分 3チームな、まあ、全世界合わせても、まあ、僕とまずそのウルさん、日置っていうのは誰もサスケが出てない状態で出会って、うん、サスケの出場を目指して共に歩んできたのがもう16年前、17年前の話で、そこからそれぞれが結果を出して、挫折も味わってきたし、いろんな意見を正直に言い合ってぶつけ合える唯一のチームだと思うんですよ。そういった部分を競技に生かして、で、まあ、ヒカル君、初めてもちろんサスケで日の丸しようと思うんで、まあ、舞ちゃんもそうですけど、こうワールドカップだからとかで気負わないように自分のサスケをすればいいっていう風に空気にみんながしてあげれればいいかなと思います、まあ、もちろん今回のねワールドカップが全員が本当に納得いく結果に ならないかもしれないけど、まあ、それもまた歴史の一コマなんで、なんかそういう時もあるし、ただやっぱそういう経験値を生かしてね、より良い競技ができるチームなんじゃないかなって、うん、最後みんなで笑って終わりたいなっていうふうに思いますね。おい、おい、あれ危ない。はい、10秒。やりた、危ない。いきます。いいよ、いける。集中ね、集中ね、頑張っ。いや、集中。いいよ、ナイス。頑張、頑張。まだ辛い。絶対いきますよ。まだ残ってるよ。最後だけ全力使え。そこだけ集中。よっしゃ、すごい、いい、いい、しゃ。トレーニング行く前の億劫な感じは一切なくなりました、ね。へー、全然今日もやってやるかっていう、よし今日もやるぞ。すごいね。まだだいぶ時間かかりましたけど、ブルーの皆さんは、はい、本当走り込みやってますね。40代が3人いるんで、うん、なんかその筋力の目に見えない衰えと向き合わなきゃいけない世代なんで、まあなんかみんな頭のどこかに自分のそのサスケ人生のフィナーレみたいなものは思い描き始めてると思うんで、
まあその限りある時間をどうこう自分の満足いくものにするかっていうので、すごい一日一日のトレーニングを大切にするようになりましたね、みんな。まあ、僕が壁で吸ったものを出してたのは多分すごいいい例になったなと思うんですけど、まあ、みんなにああいう思いしてほしくないから、まあ、なんか日置もあのファースト安定感あるけど、あの走り込んだり壁の登り方工夫したりいろいろやってますね。僕は、まあ、ワールドカップずっとね、これから続いてってほしいなって、まあ、何年に1回なのか分かんないですけど、うん、僕にとっては多分人生で最後のチャンスかなとも思ってるんで、日の丸を背負って日本でサスケをやれるのも、うん、まあ、もちろんチーム戦なんで、あのいろんな要素が絡み合って結果が出ますけど、とにかく自分は悔いなくベスト尽くして、うん、競技をするっていう日の丸しょって、それはもうずっと前から思ってたことなんで、まあ、思い残しのないようにトレーニングしてます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。